吉田さん、ハリーポッターって作品あるじゃないですか。あの原作の方がどっかのコラムで言われてたんですけども、私の文字は一文字10万円だっていうふうに、ね、翻訳されてましたね。まあ、というのがあの作品バーッと書いてきて、全体の文字数があるわけじゃないですか。まあ、第1話から第最終話までね、ハリーポッターが全部終わりました。はい、終わりです。文字数を数えて全体の売り上げで割ると、その時点で1文字10万円だったそうなんですよ。だから一番時給の高い人とも言えるんじゃないかなと、高単価で文字を売った人とも言えるんじゃないかなと思います。まあ世の中のベストセラーといえば聖書なんでね、聖書が一番高いのかもしれませんけども、まあ最近の作品で言うとね、ハリーポッターが引き合いに出すのに一番わかりやすかったんじゃないかなと。まあですんでね、吉田さんが1文字1円ですみたいなやつ、その発想っていうのは、まあきっと昔からあったんでしょうね、きっとね。いや面白いじゃないですか。そして闇金ドックスなんですけども、確かにあのお母さん役の方がすごく上手だったんで、あの息子役のね50代の人の役者さんも引き立ったのかなっていうところがありますし、だからこそ他の役者さんも生きてきたのかなと。あのこうらしいんですよ、あの一つの作品を作るっていうのは、映画っていうとかね、番組を作るっていうのはお料理みたいなもんで、食材が一つ入る入らないによっても全然全体の味のバランス見栄えが違う。で、入れる食材がある時はいいもの、ある時はそんなに良くないものをあえて入れるそうなんですよ。そうすることによって全体がものすごく美味しい料理になるのか、綺麗な料理になるのか、印象に残る料理になるのかっていうこと、様々変わるらしいんですよね。でアニメなんてそれが顕著に出ていて、アニメってのはその昔で言うとセル画の連続で作られるんですよね。まあ、ですんでどんな細かい表情も、どんなに小さなあの衣装の変化でも、風の吹き具合でも、それは演出家さんが伝えようとするメッセージがそこに込められてないと、そういう表現にならないそうなんですよ。まあ、例えばね、表情がこうあって、アニメの件ですよ、アニメなんか表情がこうあって、片目はねこう揺らすとするじゃないですか、アニメの中で。それは何かを視聴者さんに伝えたいからそういう表現をするそうなんですよ。でも俳優とかそれからドラマとかだと人間が出てるんで、たまたまそういう表情になって、特に意図はないよ、台本にも書いてないし演出家さんもそういうの指示してないよっていうのが入るそうなんですよね。でそれがイレギュラーとか言葉ではないアドリブになって、作品をさらに盛り上げるのか、違和感のあるものに残すのかっていう風なねことがあって、 NG が切られたりするそうなんですよね。いやーなかなか面白いですよね。でガナリさんが言われてたように、私たちは本当の自分はこうじゃないよっていうふうに思いながら、実はね、本当の自分を隠してるようで隠せてないんですよ。これ何が言いたいかっていうと、本当の自分と自分が思ってようが、これは偽りの自分なんだ、本来の自分じゃないんだと思ってようが、全部自分の人生の中に入ってるから、全部そのものがあなたですよってことが突きつけられてるんですよね、きっと。だからね、演じてるつもりでもそれは素のあなたであるし、素のあなたであってもそこには演技が少し入っていて、でも全部があなたですよと。運命に逆らうのも運命、運命に従うのも運命、結局はそういうことなんだろうなというふうに私は思ってますけどね。さあどうなんでしょうか、1万文字のアンケート。でもすごいですね、そういうアンケートを取ろうという発想が、そして結果が出るところが吉谷さんだなと思います。